ビーファーストの2023年の運勢を西洋占星術で詳しく占ってみたよ。ビーファーストの他の占い動画も見てね。ジュノンなんですが、今年人間関係運が非常に良くなって、今までよりも協調性を発揮できそうです。この方は一人でいるのが結構好きっていうことなんですけれども、もしかしたら今年は一人でいるのも好きだけど、周りのみんなといるのも結構楽しいかも、思っていたより楽しいなと、そのようにポジティブな気持ちで協調性を発揮できるんじゃないでしょうか。なぜそうなるのかというと、今年は自分の周りの人から幸福がやってきますし、周りの人と仲良くすることでいいニュースやいい仕事が舞い込んだり、とにかく積極的に周囲の人と関わっていると良いことがあるからです。なのでジュノン本人もメンバーやスタッフさんやファンの方々と接すれば接するほど良いことが自分に起こって、楽しいな、嬉しいなと思う機会が激増するので、自然と協調性がある性格になるって言えるんじゃないでしょうか。この方の美しくて透明感があり孤高な雰囲気があるところが魅力だとは思うんですけれども、そのような雰囲気も持ちつつも、今年はフレンドリーな面をファンの皆さんに見せることになるんじゃないでしょうか。ジュノンってこんなフレンドリーな性格だったの?とベスティの方々からは思われそうです。急に180度人格が変わってものすごくフレンドリーになるっていうことはないかもしれませんが、今までよりも人と接する楽しさを味わったり、対人関係から得られる恩恵が増える一年になりそうです。この人間関係運の良さは仕事だけではなくてプライベートにも影響しそうですね。私生活が充実するんじゃないでしょうか。仕事も一生懸命するんですけれども、たまに休みがあるときはオフを思いっきり楽しんで、心身ともにリフレッシュできたり、プライベートの人脈から仕事に役立つ情報を得たりと、そういうことがありそうです。そのように絶好調で自分の頭の働きも良いため、物事が良い方向に進むんですけれども、注意した方が良い点もあります。それは周りの人に期待をしすぎたり、良い結果が出るだろうと、必要以上に結果に期待したりっていうことがあるかもしれないので、そのあたりは期待しすぎず、自然体でいた方がいいですね。あまり結果に期待して思った通りの結果が得られないと、期待外れだったなぁとがっかりしてしまったり、そんなに一生懸命やらなくても根を詰めてしなくても、まあまあいい結果が出るからいいやと、そのようにちょっと見通しが甘いところが出てくるかもしれないので、いくら好調だからといって手抜きをしたり計画性なく進んでいくっていうのはしない方がいいかもしれません。しかしそのような点だけに気をつけていれば基本的には心配はいりません。またこの方はもともと様々なことに興味を持って好奇心が強い方なんですけれども、今年はさらにそれが強まると言えると思います。あれもしてみたい、これもしてみたい、そのように興味の幅が広がるので、たとえ忙しくてもフットワークを軽くしていろいろなところに出かけたり、いろいろなことに首を突っ込んだりと、疲れを知らずに動き回るんじゃないでしょうか。2023年のマナとは、のんびりゆっくり過ごした方が良さそうです。その方が結果的にはうまくいくんじゃないでしょうか。そうは言っても、忙しいスケジュールをこなしているでしょうし、しょっちゅう休みがあるわけでもないでしょうけれども、休みの日には自分の好きなことをしたり、ゆっくり休息した方が良さそうです。逆に、将来のために勉強しなきゃですとか、仕事に生かすためにレッスンしなきゃですとか、休みを潰してまで将来のために必死になって何かをしたり、積極的に行動すると疲れてしまって仕事に戻ってからも集中できなかったり、もっとゆっくり休めばよかったと思うことがありえるので、受け身な姿勢で物事に取り組む、自分から積極的に新しいことを打ち出したり、新しい挑戦をするのではなく来たものを受け入れる、そしてゆっくり休むということを気をつけるといいんじゃないでしょうか。とにかく今年は新しいことに挑戦したり、精力的に活動的に動く時期ではなくて、むしろのんびりゆっくりした方が良いということになります。
自分の今後のキャリアのためにも、人よりも努力しなきゃ、休みも返上して頑張らなきゃってもしかしたら思うかもしれないんですけれども、そういうことはせずに、ある程度は消極的な態度で、来るものを受け入れる、大きな挑戦をする時ではないと、そういうふうにするといいんじゃないでしょうか。これが今年2023年の外側からの変化で、マナトに与える影響なんですけれども、じゃあ次は本人の気持ちとしてはどのような意識が高まるのかというと、実は本人も安定したいなという気持ちが強まる一年になりそうです。今年はさらに頑張りたいっていう気持ちももちろんあるとは思うんですけれども、去年よりは安定志向が高まる時期になり、快適に生きていきたいなという気持ちが強くなると言えると思います。これはやはりデビューして1年以上経ち、一通りのことを経験し、無我夢中で毎日対応していた日々から、少し余裕ができたので、安定したいという気持ちになったと言えるんじゃないでしょうか。もともとこの方は、一度自分が掴んだものを絶対に離したくないという気持ちが強いですし、成功を継続させるための努力を怠らない方なので、そのような安定志向、堅実志向が今年はより高まると言えます。気をつけた方がよろしいことは、無理をしないっていうことです。今年は無理してでも頑張らなきゃ、みんなの期待に応えるため、また自分の責任を果たすために努力しないとと、そのように自分にプレッシャーをかけがちになるので、それは仕事の面においてはいいことでもあるんですけれども、そしてそのように努力することによって評価が得られて、嬉しい結果が出るということにもなるんですが、あまりにもそれが行き過ぎると、自分にプレッシャーをかけすぎて無理をしがちなので、ほどほどのところでやめておく。疲れが出てきてるなと思ったら積極的に休む。これは先ほど言ったことと同じですが、心も体も無理をしすぎないっていうことが必要になるんじゃないでしょうか。また、公私混同しがちっていうところがもしかしたら出てくるかもしれません。仕事で人気者になり、有名人になって、私生活では生活しにくいっていうところがあると思いますし、プライベートでゆっくりできなかったり、仕事とプライベートをきっぱりはっきり分けることができず、仕事を持ち込んで気分転換ができないっていうことがあるかもしれないので、そこは意識して気をつけていくといいんじゃないでしょうか。ただそのように困ったことが起きたり、困難が訪れたとしても、今年は人から助けてもらえる、周りの人の協力が得られるという、そういう良い点もありますから、心配しなくても大丈夫です。とにかく今年は協力者やサポーターが現れると思います。そのためにも普段から周りの人には親切にしていた方がいいですね。親切にしているとは思うんですけれども、普段の周りの人への思いやりや親切が自分が困った時の手助けとして思いっきり返ってくる年なので、なるべく周りの人に親切にしたり尽くした方がいいと言えるんじゃないでしょうか。春とは今後の自分の仕事人生を長期的な目線で考えることができるようになると思います。今までは目の前のことに必死に対応していて、それで一日が終わってしまった、将来のことを考える暇がなかったというような状況が多かったと思うんですけれども、今年は将来のことを見据えた考えを多く持つようになり、今後 BE:FIRST としてこういうことをしていきたい、芸能人として10年後にはこうなりたい、5年後にはこうなりたいなどと、長期的な観点で物事を見るようになるんじゃないでしょうか。自分の気持ちが次第に変わっていくっていうことですね。去年まではあまり持っていなかったそのような考え方を今年は持つようになるでしょう。自分の心の中に強い意志が持てるようになり、仕事に対する信念が固まるため、2023年の春とは周りから見て前よりもしっかりしてきたんじゃないのかなと、頼りがいがあるような雰囲気を醸し出してるねと、そんな風に周りの人から思われるんじゃないでしょうか。自分の心の中に強い意志を持って長期的目線で将来を捉えているため、それが雰囲気にも現れるということです。それに伴って自分の心と体も活性化し、やる気が湧いてきますし、仕事のチャンスもつかめますし、今年の仕事運はかなり良いと言ってもいいんじゃないでしょうか。ですからまとまったお金も入ってきそうです。またこの方はもともと人に合わせるのも得意で、
柔軟性がある方なんですけれども、その柔軟性を使って今年はさらに良いコミュニケーションがメンバーと取れそうです。またメンバーだけではなくて周りのスタッフさんですとかファンの皆さん、そういう方と良いコミュニケーションを取ることができて人間関係も充実するんじゃないでしょうか。ですから必然的に周りから認められることが多くなり、仕事で活躍できる機会が増えます。それはいいことなんですけれども、気をつけた方がいいことも同時に出てきます。それは目立ちすぎることに注意という点です。やはり仕事で活躍したり、周りの人から評価される機会があったり、お金を稼ぐことができるようになると目立ちますし、やっかみや嫉妬などもされるということになりますね。これはこの方に限らず、誰でも成功者は嫉妬されたりやっかまれたりということは経験していると思います。成功していて目立つ立場なのにもかかわらず、誰からも嫉妬されない、誰からも羨ましく思われないっていうのは無理なので、ある程度は諦めて受け入れるしかないんですけれども、嫉妬の感情が暴走して恨みを買わないようにするためには、自分から成功をアピールしないっていうことが必要になるんじゃないでしょうか。これは誰でもそうなんですけれども、自分が不遇な状態の時に他の人がとても幸せそうにしていたり楽しそうにしている、そういうアピールをやたらされたり、そのような写真などを見ると気持ちがちょっと落ち込んでしまったり、あの人はあんなにいい状況なのにそれに比べて自分はと落ち込んでしまうことってあると思うんですね。それは人間なのでしょうがないです。またその方がどんなに苦労していても苦労は見えませんし、良い面しか見ていないので、周りの人が悲願でしまったりするのも見当違いではあるんですけれども、いずれにせよこの方は今年は自分が活躍できるからこそ、その活躍ぶりをアピールしないように気をつける、ちょっと自慢げな発言をしたり見せびらかすような行動をしないように気をつける、特に自分より年上の人に対してですね。例えば周りから褒められたり、いいことがあったりしたら、それも皆様のおかげですと言ってみたり、嬉しいことがあっても、その写真を撮って SNS にアップしないなど、目立ちすぎる行動や反感を買う行動はしないようにするとさらにいいと思います。レオの2023年はセンスが磨かれる年になりそうです。このセンスというのは全てにおいてですね、仕事のセンス、美的センス、人間関係のセンスなど、すべてにおいて美しいものを見極める目や良いものを見極める目が発揮される1年っていうことになります。もともとこの方は洞察力や分析力があり、物事を見極める目はあるんですけれども、それがさらに発揮されるのが今年っていうことになります。今年はこの方の音楽のセンスやダンスのセンスなどがさらに磨かれるので、ファンの方にすごいな、レオは今年さらに輝いてるなと、そのように思われるパフォーマンスを見せることができるんじゃないでしょうか。また人付き合いにおいてもセンスが磨かれて、この人と付き合うと楽しいなですとか、この人と接しているといいことがあると、そのような人を見極める目も確かなものになりそうです。ここで主の占いサイトのお知らせです。また今年は一人ぼっちは嫌だな、誰かと一緒にいたいと、そのようにちょっと寂しがり屋さんになってしまうところがあるかもしれません。寂しがり屋っていうのは良い表現ではないんですけれども、人と一緒にいたくなる、誰かと自分の感情を共有したくなる、人と接することが楽しくなるって言えるかもしれないですね。この方はもともとコミュニケーション能力がとてもあり、話も上手ですし、人に合わせるのも得意なため社交的な性格なんですが、今年はさらにその社交性が発揮されて、仕事でもプライベートでも仲間と楽しく行動できそうです。ですからメンバーとの絆が深まる1年になるんじゃないでしょうか。また自分の心の中に前向きな変化があったり、今まで悩んでいたことが解消されて成長できたりと、飛躍の1年にもなりそうです。いずれにしても良い1年になると思いますので、引き続き活躍していただきたいと思います。気をつけることを挙げるとするならば、人間関係が良くなって常に誰かと一緒にいたり、一人の時間が持てず
周りに人がいるため、公私の区別がつきにくくなって、気疲れしてしまったり、感情が高ぶって疲れたなぁと思ったり、人と接する機会が多いのはいいんですけれども、それによる悪影響や気疲れ、精神的な疲れなどが出る可能性があります。ですから十分に休息は取った方がいいですね。また、人と接して楽しいのはいいんですけれども、自分の考えがあまりなくなって、人に影響を受けすぎる、影響されすぎるっていうのも考えられます。何か大きなことを決めないといけない時にも、自分の意思よりも周りの人の意思を優先させてしまったり、人に任せておけばいいやという感じで、ちょっと主体性がなくなる部分っていうのも出てくるかもしれないので、人任せにはしないで、自分の意見ははっきり言った方がいいと思いますね。周りから見ると、少し優柔不断なんじゃないかなと思われる可能性があります。ただ、自分自身の仕事のやる気もとてもありますし、活動するエネルギーも十分にあり、今までしてきたことが認められる時期でもあるので、それは期待していいんじゃないでしょうか。また、何かコンテストや試験、オーディションなど、そういうものが今年あった場合、この方は良い成績を収める可能性があります。すでに、BE:FIRST の一員としてプロになっているので、オーディションはもう受けないとは思うんですけれども、オーディション以外にもコンテストや試験、そういうものがあった際には、今年は合格できたり、良い成績を収められたり、今までの自分の努力と運の後押しがあるので、ぜひ挑戦することをお勧めします。今年のソータは、自分のカラーをより強く打ち出していきたいと、そのように思っているんじゃないでしょうか。今までスカイハイのプロデュースの下で素晴らしい結果を残してきたわけなんですけれども、そしてそれに満足もしているでしょうし、ありがたいなぁと重々思っているとは思うんですが、その上でさらにもっと自分の色を出していきたい、自分というものを世の中に認めてもらいたい、自分の個性を尊重したいっていう気持ちがかなり強まる一年になりそうです。これは自分勝手になるという意味ではなくて、自分にしかできないものを作っていきたい、その他大勢と同じでは嫌だ、非凡なものを世の中に発表したいという、そういう気持ちが強くなるという意味です。この方はそのように自分の個性を出したいと思ったとしても、もともとの性格が非常に思慮深くて誠実な方で、感じがいい方なので、自分勝手に突っ走るってことはないですし、周りの人から煙たがられるってこともないんですけれども、今年はとにかく冒険したい、殻を破って新しいチャレンジをしたいという気持ちが強まります。これには個人的には大賛成ですね。なぜかというと、この方は先天的に非常に温かいコミュニケーションができる方で、何をしても何を発言しても人を引きつける温かさや共感能力、優しさなどがあふれているので、多少冒険的なことをしたり変わったことをしても変人扱いされませんし、この方がもともと持っている想像力の素晴らしさや夢を描く力、それが思いっきり発揮される一年になりそうです。ですから、おそらく自分で作詞作曲したいですとか、振り付けしたいですとか、そのような主張をプロデューサーのスカイハイに言うんじゃないですかね。もしかしたらもうすでにしているかもしれないんですけれども、私は詳しいことはわからないので、何とも言えませんが、グループの一員だけではなくて、自立もしてみたい。もちろんグループも大切なんですけれども、自分だけで完結することをしてみたいと、そんな風に思っているはずです。そしてこの方の強い気持ちを後押しするように、運も味方するんじゃないでしょうか。何かしら大きな出来事が起こりそうです。例えばこの方が手がけた作品が大ヒットするですとか、思いもがけなく大きな話題になるですとか、とにかく予想外の変化が何か起こると思います。2022年と同じではなく、2023年はこの方にとってこれは大きな変化だな、去年までとは違うぞと、そのような出来事が起こるんじゃないでしょうか。また今年は人間関係運が活発になって、いろいろな人との付き合いが頻繁になったり、それにより新しい計画が持ち上がったり、新しいプロジェクトに参加したりと、人間関係から仕事に良い影響が出そうです。そのような付き合いから
こういう仕事をしてみませんかと、今までしたことがない仕事にもチャレンジできそうです。いずれにしても仕事運がとても良い上に自分もやる気があるので、積極的に攻める1年になりそうです。逆に恋愛運はあまり活発ではなく、むしろ異性の欠点などが目についてしまったり、襟好みがちょっと激しくなったりして、異性との関係に安定感があまり持てない1年になってしまう可能性があるので、今年は恋愛よりも仕事で大きな実りがある1年になりそうです。次は良平ですが、この方は今まで自分が努力していたことが今年実を結ぶ可能性が大です。この方はすでに2021年の BE:FIRST を決めるオーディションの際に自分の実力を認められて合格しメンバーになったわけですけれども、メンバーの一員になってからもさらに努力していることがあったり、今まで続けていることがあったと思うんですね。それが今年花開くっていうことになるんじゃないでしょうか。ですから仕事面において良い発展がありそうです。今度はこの方の自分の心の中の変化、内側からの変化なんですけれども、今年は海外に興味を持ちそうです。海外旅行に行きたいなと思うかもしれませんし、または BE:FIRST として海外公演をしたい、海外のファンをもっと獲得したいと、そのように思うんじゃないでしょうか。また海外に限らず、今まで知らなかった世界を見てみたい、自分の世界を広げたいっていう気持ちが強まってきます。この方は最年少にもかかわらず非常にしっかりしていて自分を確立しており、物事をものすごく深く考えていて、年齢よりもだいぶ成熟しているというか、精神的に大人びている方なんですけれども、自分を信じる力が強いからこそ、それが悪い方向に出ると頑固というふうにもなりかねません。しかし今年はその頑固さが和らいで、他の人の考え方や今まで自分が持っていなかった価値観を受け入れることができそうです。こういう見方もあるんだ、こういう価値観もあるんだ、面白そうだなっていうことで、今まで固くなに信じていた自分の価値観をちょっと手放して視野が広がりそうです。そしてメンバーとのコミュニケーションもうまくいく年と言えるんじゃないでしょうか。やはり頑固ではなくて視野が広がって、いろいろな視点を持つことができるようになると、周りの人からも受け入れられやすくなりますね。そして良平自身も今までよりも寛大な気持ちになったり、人を許すことを覚えたり、気楽な気持ちで物事に接することができるようになったりと、精神面での成長が期待できる1年になりそうです。次はこの方の恋愛運です。この方は恋愛運を見るまでもなく、もともと非常に男性としての魅力にあふれていて、何もしていなくても勝手に女性を引きつける魅力を放っています。このチャンネルでたくさんの K-POP アイドルと日本のアイドルを占っていますけれども、この方の女性に対するアピール力、異性を引きつける力、人気運はベスト3に入ると言ってもいいと思います。この方と肩を並べる他の人もいると思うんですけれども、この方はかなりすごいと言えますね。まだ若いので実際に恋愛しているかどうか、または恋愛経験があるのかどうかは分かりませんけれども、先天的に持っている魅力としてはかなりすごいものがあります。常人離れしています。前置きが長くなりましたが、そんな魅力的すぎるこの方の2023年の恋愛運はというと、まだ恋人を作ったり特定の人と付き合うのは早いかなという感じです。それよりも自分の愛情は家族に向かいそうですね。この方は今家族と一緒に住んでいるのか、それとも離れて暮らしているのか分かりませんけれども、家族が恋しいな、家族と一緒に過ごして思う存分話をしたり、温かい雰囲気に触れたいなって思う機会が多くなるんじゃないでしょうか。寂しいなという気持ち、またはホームシックになって心が不安定に一時的になるかもしれないんですけれども、あまり思い詰めない方がいいですね。そのように寂しい気持ちになるのは一時的なものですし、寂しさを感じたとしても家族と電話で話したり、直接会えなくても声を聞いたりするだけでも非常に心の支えになると思います。
両期の2023年はあまり大きなチャレンジをせず受け身でいた方がいいのかもしれません。この方は将来的にはハリウッドにも挑戦したい、ハリウッドで俳優もしてみたいっていうことなんですけれども、そのような大きな挑戦は今年はしない方がいいと思いますね。もちろん今年はするつもりはないと思いますけれども、2023年は自分が積極的に動くのではなく受け身でいた方が物事がよく進みやすい年となります。じゃあいつだったらこの方のハリウッドの挑戦がいいのかというと、今から6年後の2029年か8年後の2031年がいいんじゃないでしょうか。それまでは着々と力を蓄えてコネクションや人脈なども作り、 BE:FIRST として世界中にたくさんのファンを作り、それから満を持してハリウッドに挑戦した方がいいかもしれません。なぜ6年後の2029年がハリウッドに挑戦するにはいいのかというと、この年は今まで努力していたことが実を結びやすい年だからです。ハリウッドのオーディションを受けて好条件で自分が思ったような仕事に就ける可能性があります。またその2年後の2031年の方がよりハリウッドで活躍するには向いていると思います。この年はこの方の世界に羽ばたきたい、世界で活躍したいという気持ちと、外側からの力、この方を後押しする世界で活躍できる運が見事に2031年に訪れるので、2031年を目安に挑戦してみるといいんじゃないでしょうか。もっと早い方がいい場合は2029年もいいと思います。この方は先天的に非常に努力家で、計画性もありますし堅実な性格で、自分の目標を達成するためならばどんな大変なことでもコツコツ努力できる方です。ですから仕事をこれからしていく上でも心配はいらないんですけれども、今年気をつけた方がいいことをあえて言うならば、喉の不調に注意した方がいいかもしれません。歌を歌う仕事ですので、喉を使うなって言っても無理なんですけれども、無理のしすぎで喉を酷使しないように気をつけた方がいいと思いますね。また同様に余計な一言に注意というのも挙げられます。インタビュー、SNS などでちょっと変なことを言ってしまって失言になってしまったり、周りから顰蹙を買わないように注意ということです。誰でもそういうことはあるんですけれども、有名人なのでちょっとでも変なことを言ってしまうとニュースになったり大きな話題になってしまうので、そこは十分に気をつけた方がいいんじゃないでしょうか。少し失言したぐらいではファンの人は離れていきませんし、人間らしいなと思って親近感が湧くんですけれども、一時的に印象が悪くなってしまうかもしれないので、そこだけは気をつけた方がいいんじゃないでしょうか。この方はもともと非常に頭が良くて頭脳派です。物事を観察する能力にも長けていますし、普通の人が見ていないところまで見えたり、判断力もあって、さらに先見の明もあるので、この頭の良さゆえ言わなくていいことを言ってしまうっていうのもあるかもしれません。ただこの頭の良さや素晴らしい判断力、博学なところは芸能人人生でも絶対に役に立ってきますので、そこは今後もぜひ伸ばしていって大切に育んでいただきたいと思います。その他の BE:FIRST の占い動画は説明欄から。